こんにちは。実は僕今仕事中なんですがスプラのこと考えたらちょっと思いついたことがあって、僕はね今まで必死に右スティックでエイムしようとしてたんですよね。でこれもっとジャイロで合わせたらいけんじゃないかなと思って、でちょっと仕事サボってロビーで練習してたんですが、なんかちょっといけそうな気がするんで、ちょっと1試合だけねやってみようかと。1試合だけねいや仕事中にねずっと考えてたんですよ。なんでスプラにはジャイロというものがあるのかと、あれに何の意味があるのかと。で分かったの。ちょっとやってみますね。あ、もし全然ダメだったらごめんなさいというか、この動画がなかったことになるかもしれないまあ簡単に言うとジャイロは FPS でいうとこのマウスなんじゃないかと。じゃあスティックは何のためにあるのかと、まあそういう話になってくるんですけど、ほら今みたいな感じ全然下手なんだけどでもね今までの僕とは全然エイムの仕方が違うんですよ。これこう大まかな方向性をスティックで定めてからはもうスティックから一旦手を離しちゃうんですよ。この離すっていう発想がねFPS やってるとどうしても思いつかなかったんですよ。だから、それがね仕事中にピコーンって思いついたんでちょっとやってみようかなと思ってういういいね狙われてるけど今の僕なら勝てる。あー相打ちかいやでも今回はいける気がする。分かった、スプラトゥーンが分かってきた気がするなんかもう下手は下手なんだけど、前だったらでもねエイム合わせられなかったと思うんだよね今の。いやおかしいと思ってたんですよ。だってスティックとジャイロって2つの要素で動かすって意味わかんなくないだってマウスとコントローラー両方でいっぺんに操作するようなもんでしょ。それは狙えるもんも狙えんわいと思ってたんですよああやばいな、これはやばいぞ分かってきちゃったかもしんない本当にやばい神ゲーかこれうん、頑張った。いや結構いったんじゃないこれ、多分最高記録じゃないかな僕の。やば21キル1です。これは最高記録だね、僕にとっては。ああやっぱそういうことか。ああやっぱジャイロなんだな。よくわかりました。
さあ仕事するか。それじゃあまた。